こんにちは、デリッシュキッチンです。餃子の皮でチョコザクパイを作ります。天板にアルミホイルを敷き、餃子の皮を並べ、溶かしバターを塗ります。トースターで焼き色がつくまで 3,4 分ほど焼きましょう。取り出して上下を返し、溶かしバターを塗って、再度トースターで焼き色がつくまで 3,4 分焼きましょう。ボウルにマシュマロ 80g、牛乳大さじ1を入れてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分加熱します。取り出して混ぜましょう。餃子の皮の片面にマシュマロをつけ、同じものを4枚重ねます。これを合計3個作りましょう。チョコレート 100g は細かく刻みましょう。鍋に生クリーム 100cc、 グラニュー糖 20g を入れて、ふつふつとするまで弱火で熱します。火を止めてチョコを加え、混ぜて溶かしましょう。バター 10g を加えて混ぜ、粗熱を取ります。パイにコーティングチョコをかけて、ミックスナッツ適量を乗せ、チョコレートが固まるまで冷蔵庫で冷やして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。